お待たせ。はい、入場券。特設コーナーのチケットとセットになってるみたいで、途中でまた必要になるみたい。なくさないようにね。君は危なっかしいからな。大丈夫？僕が持っててあげようか？別にからかってないって。年下の女の子扱いしてるだけだよ。水族館なんて久しぶりだな。中学の遠足以来かな。君は？そうなんだ。ここ初めてなんだね。国内の中でもかなり大型の水族館だよ。珍しい海洋動物がいることで有名で、イベントのポスターもよく電車の広告で見かけるし。って、あれ、さっきから上の空だ。顔色よくないね。あ、もしかしてパンプス靴ずれしてるの？見せて。あ、これ歩かない方がいいんじゃない？この状態ならここまで来るのも痛かったでしょう。血が出そうだ。君と初デートだからって浮かれてた。もっと早くに僕が気づけば。ああ、僕のことは気にしないで。あの角のソファーにとりあえず座ろうか。何？え？意外と穴場かもしれないって。そうだね、確かに。目の前はジンベエザメが泳ぐ巨大水槽。しかも人通りが少ない。照明もムード抜群。こういう場所の方が穴場かもね。いろんな意味で。ん？いや、君と過ごすにはなかなか素敵な場所を見つけたなって。そうだ、これ使えばいいよ。お魚柄の絆創膏、可愛かったから君がレストランのメニューを見に行ってる間に先に入り口でゲットしててよかった。え？いや、ラスト1個って書いてあったから。そんなに面白い？まあいいや。僕意外とね、可愛いもの好きなんだ。はい、これでよし。痛くない？それならよかった。え？どうして君が謝るの？せっかく楽しみにしてたのにって。ここに来ることは楽しみだったけど、でも僕は君と一緒に二人きりで過ごせることが楽しみだったよ。いつだってそう。こうして隣にいるだけで嬉しいんだよ。ってなんだか僕ばかりずるいな。君はどうなの？え？僕と一緒にいて。それはよかった。ああ、ジンベエザメみたいに君のこともこんな風にどこかに閉じ込めて眺めていたいな。あ、今の聞こえてた？だからからかってないってば。さて、さっきの売店にルームシューズって売ってなかったかな？ちょっと僕見てくるね。あ、もしもなかったらお姫様抱っこして僕の部屋に連れて帰るから。